こんにちは葉山の簡単カタカナ英会話です今日は、えー、相手に聞き返す時の言い方をちょっとやってみたいと思います、えー、まあ,あの英会話というと相手の方によるんですけれども あの発音のいい方と発音の悪い方早く話す方とそうでもない方いろんな話し方がありますけれども、まあ、一番オーソドックスなのは、えー「Once More Please」とかって言うんですけれども、えーまあ、あの私がよく聞くのは「Excuse me」っていう言い方もあります。これはあの すみませんというふうに日本語では訳しがちなんですけれどもまあまあ外国人同士ネイティブスピーカー同士でも「excuse me?」というふうに「excuse me」のお尻のところを上げるんですね「excuse me?」っていうと「え何ですか?」という意味になるんですねで一番丁寧な言い方となると「please」より丁寧な言い方は「will」 をこの「will」とか「will」っというのはあのもう決まり文句なので丁寧に言うときは未来形の「will」ではなくて「言っていただけますか何々してもらえますか?」というときに「will」を使います、まあ。プリーズでもいいんですけど「プリーズ」よりもっと丁寧になります。「プリーズ say it again」「プリーズ say it again」でもいいですね。 それでは皆さん、後に続いて言ってみてください。Please say it again.Please say it again. もっと丁寧な言い方になると、Will you say it again?Will you say it again? でも、まあ、同じ程度がもっと丁寧になると、Would you say it again? w うどですね。o u say it again? になります。 私はそれが理解できませんでしたのでもう一回言ってくださいとなると「I couldn't understand, I couldn understand.」英会話の中ではこの文の中に文を入れるって皆さんちょっとこれ難しいかもしれないんですけれども頑張ってみてください。これを言うと うん、あまあ英語ができる人かなと思われるかもしれませんが頑張ってみてください。We, uh, I couldn't understand what you s a i d s a i d は say の過去形です。あなたが何を言ったのか理解できませんでした。Could は CAN の過去形です。Uh, could は CAN の過去形ですね。I could not understand what you said. あなたが何が言っ,た言ったのか理解できませんでしたということのまあ丁寧な言い方になります、えー、もっとフランクな言い方だと I didn't get it get it というのは get というのもこれいろんなあの使い方があるんですけれども英会話と英語って違うんですね 英会話のになると「ゲット」はとてもよく使うんですけども「ゲット」というのはまあ捕まえるとか「得る」とかそういうことなんですけど「I didn't get it」「get it」がリンキングといってつながって「get it」「理解できませんでした」「I didn't understand it」ということなんですけれども「I didn't get it」 Will, uh, will you say it again? Will you say it again? っていうふうになりますね。Will you say it again?Please say it again.Will you say it one more time? Once more? こういう言い方でもいいと思います。えー、とにかくうん、まああの、こちらが思うようなスピードで相手を話してくれないので、 こちらの方ででで理解できるまで最低限理解できるまで、えー、これを繰り返すしかないんですね。この、えー、必要なあ、えー、聞き方ですねこれをずやってると、はい、あの向こうのリズムにこちらが乗るか乗らないかなので英語っていうのはある意味リズム感が必要なんですね。で音楽をやってる方なんかは割と英語が 耳,まあ、耳がいいっていうのもあるので、あのー、割と習得が早い方が多いですピア,ピアノを習っていましたとかいろんな楽器を習っていましたなんていう方にはそういう方が多いですね、あのー、よく、あのー、耳でこう音楽,楽器を弾きながら音をこうキャッチしていく練習ができているので、えー、英語も音楽だと思って、あのー、やるといいかもしれません 相手の言うことが分からなかった時は「What did you say?」ちょっと,、えー、と乱暴に聞こえるかもしれませんけれども相手には一番直線的にあの通じる言い方ですね。What did you say?Did は Do の過去形ですね。What did you say? Did you say? これを強く言うと失礼に当たるかもしれませんけども、h a t i d o u say って柔らかくソフトに言えば相手もそんなにあの嫌な印象は持たないと思います。理解できたときは、Thank you.I got it. これはゲットの過去形で got it.I got it. 今度は理解できました。まあ、日本分かりやすく言えば、Thank you. Now I understood what you said。ということになります。えー、英語とえ英語と英会話というのはあの違う点がいろいろあるんですけれども、まあ、英会話は合理的に相手に伝えるというのが第一義の意味なので、えー、皆さんもあの書く英語と話す英語。 というのは違うというのをちょっと、えー、頭の隅に置いていただければと思います。えー、今日はあ聞き返すときの言い方についてやりました。えー、どうか皆さんもあ練習してください。Please practice.Practice と practice いうのは、えー、練習するという意味です。I need to practice.I need to practice ですね。それでは、see you again.